おはようございます、釣り子 TV です。鈴鹿家さん、はい、ちょっと尋問したくて今日呼び出したんですけど、はい、タコ釣りがやりたいんです。タコ釣り、もう先週初めて。おお、そうそうそう、それをなんか見て、おタコ釣りやってるよと思って、はい、ちょっと道具を準備したいんでいろいろ買ってきたんですけど、そんなんでいいの？それ今手に持ってもらってる。そこなんでタコ釣ります。エギだよね。エギなんだけどタコ用で、ちょっと開けていい、開けていい。とりあえず店員さんに勧められるままにそれ買ってみたんだけど、おタコ用で、針の形がエギなんだけどちょっと違うような、タコ用の外周一周回ってる、エギのなんではなくて上だけ。ちょっと見せてもらっていい？そう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 、釣り具屋さんで見て気づいてはいたんだけど、こういうやつなんだ。基本ね、このエギなんだけど針が全然違う。こんな針で、それを直接ではなくて、はい、ここに重りをつけてスナップつけて、こんなかな。重りつけんの？重りつける。重りって何号ぐらい？1号ぐらいがいいのかな。まあその時の潮と流し方によっていろいろ変わってくるけど。先週やった時はツーさんちなみに何匹ぐらい釣れたの？7匹。うお、その時はほぼ船を止めてやってたから8号くらいの軽いのとかでそこが取れて、で、小ずどうやろ、うん、なんだろうな、もうクターっとさせるか、クターっとさせて、たまにちょっとフーフーっていう、で、フーフーってなるか、まあこう、こんなのでフーフーフーってなってクターっとさせて、もう一回フーフーフークターってと、急にドーンって乗ってきて、うん、あ、おやおやってなるから、そしたらもうゆっくり合わせてニューなんていうなあ、怖い。でも一回やってみるとわかる。わかんない。わかんない。一回やってみるとでもいいかもしれない。あ、とりあえず買うのはじゃあそれこれとなんていうのか、なんかタコスナップみたいなのが売ってるから、その重りを別につけられるような三つまた猿か、三つまた猿かみたいなのが売ってるんで、それでつけて重りつけて、うん、こうですよ。ちなみにラインは何使ってたの？ラインはその時はシーバスとついでで遊んでたんで、はい、その時は A8 か1号のどっちかだったんで、おちょっとライン弱いかなっていうのは。おもうちょっと太い方がいいのかな、2号ぐらいの方がいいのかな。2号ぐらい、はい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 、対しては。あ、じゃあちょっと分かった。まだそれだけじゃちょっとブツが揃ってないってことだね。まだちょっと、もうちょっとこれ、ただほとんど寝かからない、うん、寝かからないの？ほとんど寝かからない。そこ狙うのに、そこ狙うのに、なんかこの針のおかげなのか、あ、上を向いてるからね。上向いてて、こいつ自体も浮くし、うん、こういう多分形で落ちてるから、いわゆる天野みたいにそれに何か見えさを巻きつけるとか、そういうことでもない。そういうのはしない。もうそれだけで、これだけで、あとしっかりそこが取れてれば、うん、寝がかりするようなことはないと思うから、うん、そんなに買わなくてもいいと思う。本当、あとは色を自分の好みの色を何個か持つかっていう、そういう感じかな。じゃあちょっともう間もなく実はね、タコ釣りスタンバイしてるんで、ちょっともうちょっとね、いろいろ教えてもらいつつ、俺もタコチャレンジしてみたいんで、今年は何しても20年ぶりぐらいのタコの当たり年っていう、そうらしいから、ということでちょっとこの前、うん、1週間前に初めて、うん、ちょっとやって、ちょっと釣れたんで、で、初めてやって7、8匹釣れたんですよ。7、8匹釣れたから、これはもう1日やったら大変なことになるんじゃないかって。おお、じゃあちょっと船の方は俺の方で手配するんで、ぜひちょっと一緒によろしくお願いいたします、はい。
というわけで本日の釣り子 TV は、まあこれね、これ どこのメーカーの何なの、どこだろうねこれね、クロスファクトリー、クロスファクトリー、クロスファクトリーオクトパスデラックス5本針35g、釣れるのかオクトか、オクトパスよろしくお願いします。